秋田に来たら、はい、一度は見てほしい秋田県おすすめ行事。おおすすめ行事ね。はいはい、いろんな、まあ、行事ってのは祭りとか、うん、イベントとかいろいろありますけれども、うんうんうん、はい、気が猫さん何ですか、ありますか。あ、僕は秋田市の関東祭りです。お、関東バランス取りね。秋田が誇る超絶バランス星でもできます技ね、うん、超絶バランス技。これはもう秋田駅前っていうか、こう周辺、あの秋田駅からこう降りてもすぐ行けるんで、だからこう県外からこう移住してきて、うん、あ、移住してくる方もだし、うん、観光で遊びに来る人もやっぱりもう全然こうアクセスしやすいんじゃないかなって。ああ、祭りとしてのね。そう、祭りとして、うん、いろんな秋田県冬祭りとかもあってアクセスしづらいとこもあるけど、秋田市は、関東は、うん、関東祭りは来やすいんじゃないかなっていうのもあるし、食べにすごいんです。まずもうみんな来ないからいいよね。あー、すげーってもなります。すごいでかいよね。圧巻です、これは、ね、どれくらいでかいのあれ。どれくらい、もう30メートルくらいだよ。ほんとそんなこと言っていいのすいません、でもほんとにすごい、あれは。あ、何がすごいって、まあ、気軽にこの上がすげえって言ったけど、やってる人は職人さんね。これやってる人たちが本当にすごいんですよ。あれ超絶技だよな。すごい。すんげえ重たいね、やっぱ高いから関東って。それを持ってな、腰とか頭とかさ、やってるのが見るとすごいよね。感動するよ。結構近くで見れるしね。見れる見れる見れる。なんて言うんだっけ、持ち手みたいな名前ある。ああ、あるんだ。技、技の人たちだった。多分すごいも入ってるけど、うん、その人たちの技がほんとすごいね。上見るのもいいけど、下見てもすごい。いろんな技がある。はい、ぜひ見てもらいたい。はい。で、私はですね、大曲がりの花火。ああ、はい。ありがとうございます。間違いありません。なんで担当の人？はい、違います。大好きです。あの、はい、秋田県には、はい、まあ、日本三大花火と言われる大曲がりの花火っていう超絶花火があるんです。いろんな、まあ、知ってる方もいると思いますけど、それがね、もうこの動画で話すより何より見てもらった方が早い。はい、早いですね。本当にびっくりする。だって上向いて笑顔になるって、夜空を見上げて笑顔になるって素敵すぎない？もうそれ年々思う。ね、みんなが一斉にバーンって打ち上がった花火を見て笑顔になって、泣く人は泣くんだよ。泣くね、うん、そんな体験ってやっぱその、まあ、小規模ってあるけど、うん、小規模の花火大会では見られないし、あんなにでっかくやって観光客もドッと来て、うん、あの一瞬がね、やっぱどうしても痺れるなと思うわけですよ。あれは本当に、あれ本当にすごいね、あれはね。だから一度は見てほしい。そうだね、一度本当に、うん、移住した方なら毎年毎年見てほしい。はい、見れますので、はい、毎年ね、楽しめるし、もう夏といったら大曲がりの花火。もうワクワクするよな。ワクワクするね、うん、もう一度は本当に見てほしいです。はい。